うん、1>, 1の方が取れてるよねっていうのは 1,、うん、1下手したら3の方が取れてるよねっていう、まあ、ジャグラーシリーズなんて特にいっぱいあるんですけどなるほどねあのねこれをお聞きになってる視聴者さんの中で機械によってのね個体差なんてねえよみたいなオカルトだよとかね思う方多いと思うんですけれどリアルにねこれは聞くの。 あのね角から2番目の台は設定変更するとゴッと弾きやすいんだとか結構ね R のリアルにそんなオカルトみたいなこと言ってるよっていうね店長さんにお会いすることもあるしこの台の癖っていうのかなで本当に2じゃない方がいいとか1じゃない方がいいとか絆とかでね結構聞くんだけど。 1>, 1の誤爆されるぐらいだったら2で吸ってもらった方がいいとか個体差についてはね実は結構ね聞くんですよだ現場の声だからやっぱり本当なんだなって皆さんもだからね、まあ、下には下ですよ設定123なんてね半分からねでペイアウトで言ったら下なんで、まあ、抜き設定ですけれどまあ本当に1でも2でも大のね癖というか個体差があるっていうのは実は 多分公、ね、約士系、まあ、私も公約試系にいるけど公約士系とかそういう、ね、ガチ系の公約サイトとか、ね、認めないと思うんですけれどオカルトかっていう風に、ね、だって全部同じように工場で作ってるからね言われるかと思うんですけれどなぜかあるので不思議なことにこれがデータとして残っちゃってるのでお店さんが1議するか2議するか3議するかを 個体差によって抜きにかかるかどうかっていうのがあるというね現実は多分ね全国的にあると思ってるんでこれは結構ねオカルトじゃないんで信じてあげてくださいじゃちなみに何何んあそうでだねやっぱ俺の行ってる店でもねゴットを引いてね壊れてるって言ってねそうなの あそう、みんなもあるでしょ、そうなの、そうなの、そのね、コメントにあったジャグラーでね、ビッっくり妙に偏る台とか、あるんだよね、自分が行ってるお店でも絶対あると思うの、うちのね、私のね、また旦那の話をするけれど、あのね、甘いからっていう理由で、バラエティーコーナーにね、BMAX が設置してあるお店にを探して、通ったりするのよ。 なぎなぎ店のビーマは甘くなくてなぎなぎ店のビーマは甘いっていうふうに、ね、言ってるのでね甘いっていうお店がじゃあ設定使ってるのかって思うと決して使ってないと思うんだよねでビーマばっかりね探してうちの旦那がね動いてるもんだからそのお店のね要はこうアプリとかでグラフが見えるホールさんとかだとすごいチェックしてるのよで確かに、ね、そこのお店のビーマは毎日 常連さんというかお客さんが誰か打ってる時うちの旦那仕事してるから平日行けないから確かにね常連さんたちが勝ってんのよねじゃあ瓶も本当に甘いのかって言ったらそこまでね毎日ね常連さんが浮くほどは甘くないと思うの一にしたらで明らかにね設定を使ったんだなっていう日は本当にねいい感じなグラフになっててあとは本当だらだらとどうにかプラスみたいなお客さんのね 多分これはね、そのお店にあるビーマの個体差だと思うのほかのお店のバラエティのビーマは確実に死んでるのね甘いって嘘じゃないっていうぐらいにね吸ってるのよ、本用。だからある、絶対に、ね、でさっきね、みんなが言ってたそのジャグラーでビッグがわーって偏っちゃう台とか絶対あると思う。あ 大と、ね、の相性って出たけど相性なんてねオカルトって絶対言われちゃうと思うんですけれど私はあると思うあ回らされてないだダメっていうのねすごいあると思う私結構相談を受けるのがそろそろジャグラーにね力を入れなくちゃいけなくてこうせて入れるようにしたんだけれど思うように反応してくれないとか出てくれないっていう店長さんの話はねすごく聞くのねで結論 普段回されてないジャグラーはこう設定を入れたところで朝からきちんと反応しないんじゃないかみたいなオカルト的なね話にねなってくぐらい普段回ってない台が跳ねにくいんじゃないかとかいうのは実は聞くだからねさっきのねこうコメントテロップ入れてくれた方ねあるかと思うそうそうなんだよねそうなのみんなねさすがあると思いますじゃあ設定配分の 状況を聞きましたね店長さんにね赤と青両方聞きましたでは次気になることが多分あるあおばあちゃんよく当たるだろうって来たね <laughs> そうなのあのジャグラーのおばあちゃんのあオスイチ言うよねすごい言うよね私もね座って結構すぐにペカらせるタイプで私ね 閉店さんが行くっていう番組をやってるんですよねピーマート TV さんの方で,で閉店15分前から打ってまあほとんどジャグラーとか花々とかノンマルですよ私そんなに回数はやってないんですけれどノーボーナスで終わったことがないのすごくない ?43 歳これババアの力だと思うからね <laughs> 本当にねあのおばちゃんのおスイッチって あると思います私も年々引きが強くなってる気がしますだから正解おばちゃんジャグラーのスイッチ正解ですじゃあ平天ちゃんもあのね平然ちゃんも年食ったなってあっ来たよカンペが次の話からこの話これが終わったらじゃこの話が終わった後から有料に 切り替わるとね、ニコナナさんがですね、冷たいカンペを出してますのでね、まだあのね、会員じゃない方はそろそろ考えておいた方がいいです。この後どんどん来ますからね。じゃあ、7月7日のことはわかりました。続きまして、8月になると、まあ最近、8月7日の花の日、8月8日のゾロ目、そしてお盆っていうふうにね、来ると思うので、 まずは8月7日のことを知りたいよね知りたいよね聞いていきたいなと思いますではじゃあ順番的にぶっちゃけ店長さんからお聞きします全国的に花の日と言われるようになってきている8月7日設定はどうしますか固まったよ <laughs> 固まってるよ。あ、僕かそう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 。あのー、三十杯ないんで。あ、なるほどね。普通通りのぶっちゃけです。あのー。ぶっこの木。ぶっこの木です。<laughs> <laughs> そう、ぶっこの木、入れるわけない、出すわけがないって来てるけど、そうよね、そうよね、花の木ですからね。なるほど、ね。三十杯がないんで。花っていうのにちなんだのはない。まあ、花っていうのにちなんだのはないので。うん。 あえて入れる必要もないなるほどね、はい、じゃあ続きましてメタボ部長はいはい花々系もありますよね先ほどお話出てきましたが花の日どうしますか入れちゃおうかなと思うんですけどねわあマジですか入れちゃおうかなと思うんですけど、うん、ギリギリまで分かんないですねああそのギリギリまでっていうのは、うん 理由ありますやっぱりあの求められてるものがあるんでうんあ常連さんにっていうといやあの要はオーナーからですねあ<ー>、はい、利益っていうことだよねい要はね、はい、それって月末までに考えるの締めはあのまあ最後の最後で長辞に会えばいいんですけど、うん、あのまあうちみたいな、えー、弱小店舗は なかなかあの毎日計画をクリアっていうのもね難しいので、うん、まあ日々利益を追っかけるみたいな、まあ、状況ってやっぱりよくあるんでなるほどね、はいまあ、その中で出せるような、まあ、余裕があるような状況で、えー、いければ花の日入れてもいいかな,なっていう感じで、はい、そうよね生き物だもんね、はい、で利益取らないといけないもんねそうですねお店はねそうなんですねそれしょうがないのよ でね、ニコナナさん、冷たいことにね、8月8日やお盆についてのこれからのぶっちゃけトークは有料に変えてくださいときましたのでカウントダウンを押します。いきますよー、皆さん5秒前、4、3、2、1、バイバーイ。